どうもカゲヤンです、えー。普段の行動は、えー、思考の積み重ねということですね。言動とか思考の積み重ねということですね。そういうことについてお話ししたいと思います。えー、っとですね、あのー、昨日ですね、あの高、ー、難にね、あのー、庭の庭に植える。 野菜のないアキナスの苗を買いに行ったんですね。高難に買いに行ったんです、えー。親父と買いに行ったんですけども、で親父がまあいろいろやってくれてるんですけど、苗とその肥料と。 でそこの土ですね。その野菜のための土ですね。そういうものを買いに行ったんですね。で、こういろいろ選んでこのこのアキナスの苗を買おうかって言って、で土とかその肥料とかをこう運ぶためにですね、台車に乗せますね。ちょっと大きめの台車に乗せて、でレジで。 えー、それを会計を済ませてですねほんで、えー、駐車場に停めてある車のところまでその台車を持っていくんですけどもそのレジをしてくれた女の方がですね、えー、僕らのそのこう動きを見ていてですねでそのまま僕らがこう車のところまで持って行って車で車にその、えー、買った商品を積んでたんですよね。 固定の場所にね。持って行こうとしたらね。そのレジの店員さんがね。あの僕らのとこまで来てくれたんですよね。ほんであも持って行きますって言ってくれたんですよね。ほんで、その台車を僕らはその？その固定された場所にまで持って行かずにもう、えー、車で帰ることができたんですけどもでそういうことをこう。店員さんがしてくれた時にね。それすごいサービスじゃないですか？ 普通そこまでしないですよね。僕らはほっといても勝手に台車は戻しません。たまにそのまま、えー、車のところに置いてある人もやりますけど、それは一応良くないことで、一応ちゃんとその借りたんでそこまで戻すということですよね。その台車っていうのはその、えー、当たり前にあるもんじゃなくて、えー、お客さんのその運ぶためにですね、お店の方が用意していただいているもんなんで、しっかりとその元の場所に戻すっていうのが僕らのその役目になると思うんですけども、その役目をせずにですね、その店員さんが もう持って行ってて行くれたそれをサービスとしてててやってくれてるわけですよ、ね、で、それは、えー、レジで僕らの,この会計をした時に、えー、持っていくからそれを台車に戻すやろうなほなその手助けをしようなっていうふうにこう来てくれはったんですけどもでそういうことっていうのはですねちょっとパッと見てですね 昨日に関してその店員さんはそれをパッと一緒に考えてうちらのところまで来てくれはったんですけれどもその店員さんは普段からそういうことをね、えー、考えたはるというかそのお客さんのサービスになるようなことをしようっていう気持ちがあるというかそういうことをちょっと考えてるというかそういうのを積み重ねてはると思うんですよね。でそれを普段のことでも、ね、家でもそ,うそうの可能性がありますよね。なんかそういうい、えー、とー よよりいいううにこうするというかそういうことを積み重ねてはるからこそあの,あの時スッとこう来て普通やったらレジ立ってたらもう別にレジ立ってたらいいだけじゃないです立ってたらいいだけってレジの僕もレジもしたことあるんでレジのしんさも知ってるんですけどもそのレジっていうその作業を、えー、しっかりとこなせばいいわけで、えー、その台車を運ぶ仕事まではする必要はないというところですよね普通。 えー、その3代ともその店員さんがついてたんでちょっと余裕があったんかもしれないですけどもそういうことをしてくれたっていうその時にやっぱ店員さんが、えー、普段からこう考えているその思考がその行動として出ているということですねその時だけ気が利くなって思うんじゃなくて普段からそういうふうに考えてはる人なんやろなってそういうふうにこう、えー、生活を送ってはるんやろなっていうのがこう想像できるというか。だからあの えとい,い,いいお母さんやろうなとかそういうことぐらいまではちょっとこう分かるじゃないですかでそういう思考の積み重ねがそういう普段の生活というかその行動に出るということですねで他のことで言いますとですね僕は空手道場に通ってて、えー、空手の先生がですねちょっと足底筋、えー、足のね裏の筋肉がですね足の底の筋肉ですねを痛めたはってですねちょっと歩くんもちょっと痛いぐらいの状態なんですねで痛い状態なんでその どういういんですかその痛いんでそのまあ、ちょっと歩く時にスリッパ履いてそのえー、稽古にこう励まはってほんで、えー、その自分がこの前で見本僕らに見せ張りながら僕らは同じようにその動きをする蹴りやった蹴りでこう「A い」言って「えい」ってこう。 こう,こう一緒にこう蹴る動きをするその前で見本を見せ張るんですけどもそんなに足の裏が痛い場合はですねもうその言葉というかその前に立って言葉だけ発すればいいじゃないですか発すればいいんですけど体を動かしてね蹴りやったらこう蹴って戻す時に床にこう足の裏がつきますよねそれが結構痛いんですよねもう歩くんが痛い状態なんでその蹴って戻す時のその何て言うんですか その,しんえー、その衝撃っていうかそれですごく足の裏が余計痛くなるじゃないですかいやわざわざ見本を見せんでもその掛け,声だけでもそれをこう見本で見せはるわけですでそういうのっていうのはその場でちょっとそれ見本を見せなあかんなと思ってそうやってやらはるっていうよりは、えー、ずっとこう長年それを教えてはる中でですねその 先生がその積み重ねてるもんが普通にそ,こそういうもんは見せるもんやいうの何も考えずにそれをやってはるわけですよ。でそういうのにはずーっと日々の積み重ねですよね。そういうことがそういうところで出るということですね。で僕らが「先生そんな無理せんでいいですよ」っていうその表面的なね、えー、言葉をかけることはもうできないんですよね。もうそそそのの先生がもう何十年も積み重ねてててううやってやっっはるこことに関してはです、ね、そのそのままこう 僕らはそれをありがたく受け取って見本見本見せてはるっていうその姿勢とかいろんなことを感じ取ってほんでこう稽古に励むっていう状態にこうなるわけですよ。でそう,そういう状態になるとだからそういうのを積み重ねてはるとただその先生も高齢なんでそのコロナの影響でですねマスクをしながらですね僕らに前に立って見本を見せてはったんですけどそのことに関してはちょっと僕もちょっとやっぱマスクもういいんちゃいますみたいな。 そのマスクいろいろこう熱中症とかもありますしこの時期なんで,んでそのマスクを外してやったから言って何かがその影響があることはないですよいうことをちょっとこう言わしていただいて次の時からマスク外してはってそれは僕の言葉で変えはったわけじゃないんでしょうけど先生もやっぱこれはちょっとその熱中症もあるし危険やなと思って外したったと思うんですけどそういうことに関しては僕らもその。 自分の思うことを先生に伝えてもいいと思うんですけどもそういう、まあ、まあ命には関係ない状態であってちょっとまあ痛いですけどもそ,のそういうことそういうことに関して僕らがこう言葉を何かを言えるっていう立場ではないともう先生がそういう姿勢でやらはることに関してはやっぱりそのありがたく受け止めるという状態ですね。でそういうい、えー、姿勢でやららはることを僕らはその 姿勢ごととと受受けけ継継ぐぐいいいいうかそういううかそ精神を受け継ぐ状態にしていくっていうことです、ね、でそういうことは、えー、先生はそういうことができるっていうのは日々の積み重ねっていうことです。で僕らも結局一緒なんですよね。そのお客さんと接するといやお客さんと接する時だけいい顔をするとかいい状態にするっていうことは、えー、その基本的にはそ,のそういうこともできる人も結構いはるんですけどもそういうことでは僕はないと。 でその本間もの,の商売っていうかそのちょっと大げさな言い方になりますけれどもそれはですね日々のね積み重ね普段の積み重ねがそこへ出るっていうふうに 思うだからやるっていうことではないですよその、えー、自分がこう思うからこういうこういろんなことをこういうふうにしていくっていう、えー、ことでやってるんですけどその日々の積み重ねの延長線上にそのお客さんと接する自分がいるっていうことを思うんですよねお客さんの時だけ切り替えてやるんじゃないんですよね日々の例えば家族に対する、えー、接し方そ外での態度そういうのをね 全部がそのそのまま延長線上となってお客さんにこう出ると、そういうのが雰囲気,雰囲気合わせて全部ですねエネルギーみたいなもんとかそういうもんがこう伝わっていくと、僕は感じています。だから日々のね普段の行動というか普段の生活そういうものが日々の積み重ねによってできていると、でそういうことをこう大切にこうしていきたいなと。日々の積み重ねですね。 日々のののの普普普段段通行動ですねそこがこう大切なんじゃないかなというふうに思います。ほんで、えー、昔ですねそのちょっとこうその男の人ちょっとシュッとした男の人やったんですけどお、えー、親父も結構高齢やってて僕らがこう歩いててほでちょっとこうあっちの人もこう曲がってきて僕らと当たりそうになった時スッと避けはって僕らもちょっと避けますよね。その時すすいいまませんませんんって言われたんです ちょっと今表現が下手くそですけどもそのなんちゅうかねその時のパッとそのそういう危ない両方が危ないなと思ってこう避けた時に「すみません」って言わはるこの。 なんていうかね、その言葉のスッと発さはったこととその時の言葉に出る温かみとかねその時のその人の振る舞いとかねそういうもんっていうのがすごくこう心地いいというかあこの人はすごいなとこう真摯やなとかそういうのがこう伝わってきたんですね。でこれはね、えー、その時パッと考えてやるんじゃなくて日々のその積み重ねででそういううういいもんが出てるというふうに思うんですよ、ね、だから日々の,その行動であったり思考であったり言動であったりそういうことがすごく大事やということで それをもうちょっと大切にしようと僕はまあでも遅いんでね、まあ、今年からよ,よ,よりよく考えるようになったんですけどもでそういうものが出るんじゃないかなというふうに考えていますだから、あのー、その本番だけ頑張ったらいいとかそういうことではなくて日々,が日々の,その積み重ねが出るんやとで何か出るんで伝わってしまうことがあるということですねそういうことを考えて日々のね、えー、行動を行っているということで今日は日々の生活と。 いうことについてお話しさせて、いや日々の生活が、えー、は思考の積み重ねということについてお話しさせていただきました。では、今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。